日本神奈川県小田原市石橋石橋は神奈川県小田原市の地名。郵便番号は250の0022。2010年10月1日現在の面積は1.183659平方キロメートル。小田原市南部に位置し、北は早川、南は米上に接する。東は相模湾に面し、海沿いは岩石海岸になっている。当地は 箱根が伊林山の一部であり、山が海岸近くまで迫っている。山の斜面は、みかん畑が多く、雲州みかんの栽培が盛んである。中央部を多摩川が流れ、その両岸に集落が形成されている。海岸沿いには、第一種漁港である、石橋漁港がある。石橋の地名は、鎌倉時代から見られ、広告地史によると、多摩川に架かる橋に由来するという。 1180年に、源の頼朝と大馬景一家とで争われた石橋山の戦いで知られ、砂田霊社内の良い地図かや分参道が史跡として残る。江戸時代には小田原藩領の石橋村となる。村高は、元禄号町によると34国、天保号町及び、急行急流取調べ町によると70国であった。1873年に、 石橋学校開校、1885年に早川小学校の分校となり、その後、小田原市立片浦小学校の分教場となったが、1952年に廃止された。1889年には、足柄下郡石橋村発足。早川村、米上村、根深川村、河野浦村と町村組合を結成し、組合役場を早川村に設置した。 1896年、豆掃任者鉄道開通。1907年には京弁鉄道の熱海鉄道となる。1913年4月1日、石橋村は米上村、根深川村、河野浦村と合併し、発足した片浦村の大技となる。1922年、鉄道省の熱海線開通。1954年12月1日には、 片浦村と小田原市が合併し、石橋は小田原市の大技となった。2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。海岸沿いに国道135号が通り、箱根登山バスにより、小田原駅と石名坂、湯河原駅を結ぶ路線バスが平日に運行されている。 国道と青少バイパスが合流する石橋インターチェンジは、当地域よりあや北の小田原市早川に所在する。この付近は、東京、横浜方面と熱海、伊豆方面を結ぶ主要道路であるが、休日を中心に慢性的に渋滞が起きる。国道のお回路として、内陸部に小田原湯河原広域農道の整備が進められている。 国道の西側を JR 東海道本線、さらにその西側を東海道新幹線が通るが、町内に駅は設けられていない。ありがとうございます。